はいどうも、レモンサワーゴリラのゲーム実況、かまいたちの夜2と続きからやった。みんなこうやってね、だんだん人が集まってきたと、シュプールに行った人たちが。それから僕たちはこの島の印象やシュプールでの一夜以来の近況を語り合った。みどりさん、そのマニキュア綺麗。どこの製品？金子ちゃんがみどりさんの手を取ってしげしげと見つめた。本当は変わった色ね。けいこちゃんも同意した。けいこちゃん、この右にいる人、女の子ですね、これね。ふふ、いいでしょ？確かにみどりさんのマニキュアは変わっていた。としおさんか、としおさんの彼女だっけ。名前に合わせた緑色なのだが、独特の陰影がある。二人はみどりさんのマニキュアのメーカー名を尋ねたり、化粧方法を聞いたりしている。お姉さんだからね。綺麗なお姉さん。お、三木本。一人の男が現れた。知らないか。背の低いがっしりした体格の中年紳士。何が気に入らないのか、目の端を引くつかしている。この男、あ、そう、アビコ竹丸、そう。けしからん。まったくけしからん。音が突然叫ぶように言った。アビコ竹丸という男はまったくけしからん。人を呼びつけておいて、自分は遅れてくれなんて礼儀知らずもならないし。ということは、彼はアビコ竹丸ではないようだ。先の打ち合わせをしたいから、こんな偏僻な島までわざわざ来ちゃったんだ。出迎えぐらいするのは当然だろう。どうやら招待主がまだ来ていないことを起こっているらしい。彼は作曲家の村上努と名乗った。お、このゲームの作曲家ですかね。村上さんはほとんど関心を持たずにひたすら考えている。まあ、僕は言った。もうそろそろ来るんじゃないですか？次の便で最終だって船長さんが言ってましたよ。僕はそう言うと村上さんはふんと鼻を鳴らした。さあ、どうだが、なんとも尊大な態度だ。みんな、アビコという人から招待状が来たのよね。この中にアビコさんと面識ある人いますか？これ彼女ら、わしの彼女。そう、よう、ようが尋ねたが、みんな、かぶりを振った。村上さんはアビコさんと面識が終わりですよね。小林さんが尋ねた。とんでもない。会ったことあるかい、ついこの前まで名前も聞いたこともなかった。しかし、先ほど先の打ち合わせとか。電話だけだ。かまいたちの夜とかいうゲームの続編をすることになってから音楽を担当してほしいとね。あ、多分このゲームのクレジットされてますね。村上さんでもね。第一回目の打ち合わせをこんな島で行おうと言ってきよったんだやつは。アビコという人はゲーム会社を通さずに直接電話をかけてきたんですか。図書さんが尋ねた。ああ、私が有名なものだから、じきじきに頼んだんだろう。その態度は良しとすべきだが、この遅刻で上下してたな。相変わらず偉そうだ。ヨが小声で僕に聞いた。村上勤めて有名な人？知らない。さあ、僕は肩をすくった。アメリカの映画みたいな。しばらくして、お、カツンカツン。使用人ですね、キヨさん。キヨさんが一人の男性を案内してきた。背中が曲がってるおばあちゃんね。僕たちの次の船で着いたのだろう。年は30代半ばぐらい。品定めするように人をじろじろ見るその目つきは僕には不快だった。間違いない。彼がアビコ竹丸だ。そう思いかけたとき、彼はいきなり名刺を出して女の子たちに配り始めた。いやいやな。よろしく、マサオカです。キャーゲームプロデューサーだって、カナコちゃんが大声出した。君がカナコちゃんだね。聞いてた通り美人だな。君はケイコちゃんが、ゲームはぽっちゃりしてるなって書いてあったけど、なかなかセリフじゃないか。お、君がヨウちゃんだね。さすがヒロインだけあって人の目を向けるな。素敵だよ。あなたがミヨリさんですね。かまいたちの言うにあった通りだ。大人の魅力ありますね。実に会えて感激です。ペラペラとひとしきり褒めた後、彼は髪をかき上げた。男連中は完全に無視だ。ミヨリさんめっちゃぽいんだな。今見てくれ。まさか慎太郎と申します。フリーのゲームプロデューサーをしていて、業界では少し知られた人間です。ヒットしたかまいたちの夜も僕が手掛けました。あ、カメオ出演 しすぎだろ。名前だけだけど。皆さんと2日間過ごせることは嬉しく思います。彼は4人の女性だけを見ながら言った。面白くない。やはり重い人並みに業界人に惹かれるのだろうか。かなこちゃんならもううっとりした目で正岡さんの話に耳を向けて、傾けて。まあ、かなこちゃんはそういう感じだからな。ビーハな感じするからな。ああ、君が今度の作品のプロデュースするのかね。私は作曲の担当することになっている村上だが。なるほど。ここで起きたことをゲームにしようってわけだ、アビコ竹丸。っていうゲームを俺がやってるわけだ。なるほどな。
村上さんが女性陣と正岡さんの会話に割って入った。正岡さんは村上さんを寝踏みするように上から下まで寝めつけると。いやー、あなたが阿部さんが言ってた作曲さんですか。はじめまして村上。あ、何とおっしゃるんですか。はあ、君は私を知らんのかね。全然。あ、いや、私若い人しか興味ないもんで。あなたがいくらその業界で有名でも私の耳に入ってこない。私たちのようなクリエイターは名前だけで仕事をしてる規制の権威をぶち壊すのが仕事の。うわ、すごい。あのね、もう正しいことしか言ってない。やばいね、これも。かなり言いたいことを言う人だ。君は私が名前だけで仕事をしてる規制の権威だというのかね。村上さんの顔真っ黒になった。いやー、でもね、まあこれはね、今の正岡さんが正しいです。これ態度悪いけどね。ああ、そうは言いません。あ、でも阿部子さんがどうしてもこの人にというんで、どんな方かと思ってたんですが、失礼ながらかなりお年ですね。人間年を取ると感性が摩耗する。果たして若い人たちに受けるような曲を書けるかどうか。いや、言い方は良くないが、まあそうだな、名前でこう威張るのは良くないわな。しっけえな。村上さんブルブル震えらした。まあ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 、一触即発。おこの、おこの何は虫は一触即発の雰囲気になってきたとき、見覚えのあるドーマ声が響き当たった。これはこの何は虫は、あ、出たー出て出てたー奥さんいない。よー、懐かしい顔ぶれがそろとるなー。50歳ぐらいの小太りで赤ら顔の男性、加山誠一さんだ。いやー、美音太郎くんに容赦やったな。君らはバイトの久保田敏夫くんと、あ、白崎みどりちゃんや。いや、覚えとるやろ。あの、久保田みどりになりました。あー、おめでたいことでんな。みどりさんがはにかんだ顔つきで言う。は？あー、縁起担いで解明したんか。違いますよ、結婚したんです。みどりさんは敏夫さんの腕を掴んで引っ張った。あー、なるほど、そらめでたい。結婚か、あー、そらめでたいわ。加山さんは何度もうらついた。加山さんは大阪で会社を経営しており、小林さんが昔仕事で世話になった方だそうだ。あの雪の日、加山さんもシュプールに泊まりに来ていた。奥さんと一緒に。そうだよね、奥さんは。そういえばあの美人の奥さん、そう、春子さんですか。春子さんはここ来ているのか。離婚してるとか。僕は密かに胸をときめかした。ここだけの話だが、あの人にはようには言えない大人の魅力があった。あー、ぽいな、なんかそんな気がしたよ。当てちまったじゃないかよ。あー、実はな、恥ずかしい話だけど、わしも新婚さんなんや。加山さんは訳のわからないことを言うと、廊下に向かって歩き出した。むっちゃガニ股も。春子の次は夏美かいな。夏美、夏美。うわ、うわ、待った、これもどないなってますの、これも。ちょっともう、汁こいず、これも。ケツこいず、今見たかみんな、おら。見たかいね、今の。どないなってますの、これも。あー、紹介しとこ、わしの女房の夏美や。もうホステス、もうだってこれもう股下、何、あ、しもしもみたいな感じよ、これ。夏美でーす。僕たちは唖然とした。このゴーゴーってウィウィウィっていうのが何歳、俺より年下まであるんじゃないのこれ。髪の毛を茶色に染め、チューブトップにヒョウ柄のタイトなミニスカート、ゴリギャル。なんともイケイケな若い女性だ。あのせい、ほんとだよ。あー、春子とあり、何したん自分これ。まあいろいろあったや、わけやんか。僕は心の中でひっくり返った。今回もわしとあいつの名前で招待状が来とったやが、別れた女房を連れてくるわけにはいかんからな。俺、夏美、皆さんに挨拶せんかい。うち、この人のお友達のこととかよう知りませんの。これからうちのこともうちの人同様よろしゅうに。夏美さんは愛嬌たっぷりに言うと腰を折った。よく見るとその薬指にはみどりさんのものとは比べ大きなダイヤが光っていた。じいじっこのつるつるだな、もうつるつる。おせやからこの正体、わしらも新婚旅行のつもりで受けたっちゅうわけや。お手柔らかに頼むで、どっち向いて言ってますの自分これ。僕はこれ関係あんのかな。もし僕はもしかしたら財産目当てかと思った。そんな失礼なことを考えてはいけないのは分かってるが、あまりにも年が近いっす。加山さんは会社社長だから、多分成金の部類だろう。その財産を狙って若い女が後妻に入り込む。怪奇者。まあこんなんかね。
テレビの2時間ドラマでよくあるぜって。2時間ドラマって今なくなったよな、あの。はぐれ刑事純情派とかさ、カサスとかさ。僕は毎週欠かさずに見てるから、かなりの影響を被っている。この旅行に来るときもビデオを予約してきてくれだ。2時間ドラマは財産目当てに後詰めに入った若い女が最初は鬱陶しく思っていた男の子供たちとの、これを通じて自分の非を悟り、中年男の人間的な魅力も分かってきて家族の一員として溶け込んでいくという展開になる。しかしこの加山さんには中年の魅力があるだろうか。ドボン選択肢選んだ、もしかして。なんとか見つけたぞとじっと観察してみたが、そんなものは全然なかった。ヒューパッとほほみたいな感じになって終わっちゃって。他にも誰か来るのかな。年尾さんがつぶやくと加山さんが言った。いやー、わしらが最終便だと船長が言うとった。あー、しゃからもう来んやろ。そういえばあの船長班蹴ったりしやったな。夏美さんが思い出したように言った。風が吹く前に片付いてよかった。はよせにゃ島が輪になるから。あー、なんか三日月の島なんだっけ確か。とかなんとかわけのわからんこと言ってはったで。島が輪になる、どういうことだろう。ああ、そうやったそうやった。それに変なわらべ歌歌いよって王女したわ。あの船長誰にでもあの歌を聞かせてるんだろうか。ドンブラブラなんとかってつまらないメロディーの曲か。村上さんが吐きしてるに言った。こいつ腹立つな。私も聞かされたよ。日本のわらべ歌というのは本当に今ほとんどくだらないものが多いね。いや、まあ地域に根ざしたそういうのがあるわけじゃん。その何、そういうメロディー感覚みたいなのが、そう、日本のはそういう感じよと。そう、まあ外国行ったら外国でね、そのこの国やとかこの地方はこういう感じってね、弁当だと思うんですよ。あら、うちはそう思わんかったわ。夏美さんが口、おー、いいね、やるやんけ夏美、自分これ素朴でやないの。あー、もう夏美やるやんけ、見直したわわし。あんた今流行ってるしょうもない曲に耳毒されとるわ。夏美めっちゃ言うやんけ、もうこれもう。ええやん、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 夏美ええやん。近頃の曲はしょうもない歌詞、しょうもない曲、しょうもない歌い手が揃っとるさかい、どうしようもないね。相手作曲家やぞ夏美。大体作曲家アホやねん。おい夏美。加山さんが慌てて止めたがもう遅かった。私は作曲家だ、アホで悪かったな。村上さんは髪の毛が逆らそうる激怒していた。もう大原部長じゃねえか。もうえらい、すいませんな、口の利き方足な女で。いや、いいんだよ加山さん、謝んなくていいんだよ。夏美、この人に謝っとけ。いや、もういい、謝んといていい、ええやねん。そうそうそう、なんで謝るのあかんねん、うち間違ったこと言うてへん。夏美さんの剣幕に加山さんもタジタジだ。まあそれぞれの意見がありますからねつって、俺だったらごまかして謝らせない方向にしてた。これスカッとジャパンすぎるだろこれ。とにかく最終便が来たということは、これで客は全員集まったということだ。あの夜シュプールにいたものが、確かにまず僕とヨウ、小林さん、シュプールのオーナーね、で奥さんは来てないんだよね、で敏夫さんと、バイトしてる敏夫さんと、で神さんのみどりさん、すげえボインボインのみどりさんと、 OL 二人組かなこちゃん、三人組って書いてあったけど、あの実際は二人組だったと、かなこちゃんとけいこちゃんと、加山さんの8人、あ、そうだね、実際にいたのはそうだね、この8人だと、プラスアルファベータガンマオメガぐらいで、秋山隆二だっけと、夏美と正岡さんか。新しい顔ぶれが村上さんだった、全然秋山じゃなかった村上さん、正岡さんと夏美、夏美さんの3人、なぜか夏美だけ下の名前、まあそっか加山だからな、合計11人だ。え、まだ来てんのかいな。加山さん、まだアビコ竹丸は来ていないと聞いて驚いた。ここにおる人間のうち、アビコちゅう人と面識あるのはどうやら正岡さんだけみたいな。あ、正岡さん会ったことあるの。正岡さん、アビコいう人はどんな方でっか。いや、私もその正岡さんは急にもじもじしてしまう。あ、会ったことないんだ正岡さんも。あ、このソファーのこのこそこに座る感じね、キザだなアビコさんとは直接会ったことないんです。電話やメールのやり取りが戻して会うのは今日が初めてなんです。僕らのような仕事をしてると、まあ珍しいことではないんですけどね。なんだ僕たちの字か。アビコという男は年はいくつぐらいかね、かなり年配なのか。村上さんが尋ねると正岡さんは首をひねった。そうですね、男であることは間違いないんですが、年齢までは、まあ、声じゃな、うん、話をしたのは一応だけで、あとはずっとメールだから。あ、20歳から50歳の間ぐらい
あの有名なコピペを画像を思い出すな。僕は呆れた。漠然としすぎてる。しかし、ということは、ここにいる誰もアビコ本人とは面識がないわけだ。はいはい、皆さん、お集まりでございますね。キヨさんが不意に部屋の入り口に現れた。だんだんキャラが定まってきた。早速村上さんが噛みついた。こういうばあちゃんがやってる焼肉屋とかあるよね。もう、あ、いい、俺が取りに行くから、もう、ばあちゃんそこにいてみたいなのとかあるよね。居酒屋もね。でもね、そういう居酒屋とかね、俺のみ、あの飯屋とかすげえ行っちゃうんだよね。早速村上さんが噛みついた。どうなったのか説明しろよ。最初便でもアビコは来なかったじゃ、というじゃないか。ヘリコプターで来ます、来ます。すんません、すんません。たった今、主人のアビコから急用で少し遅れる前の電話がございました。アビコも、その、大変恐縮いたしておりまして、くれぐれも皆様に謝罪しておいてくれと申しておりましたです。キヨさんは居合わせた全員にペコペコと何度も頭を下げた。あんだと、どんな気用か知らんが、客を招待しておきながら。すんません、すんません。キヨさんは床に頭がつきそうなほど深々と低頭した後、みんなに向き合った。その、誠に申し訳ございませんが、まだ皆様の部屋は片付いておりませんのです。しばらくその、2時間ほど、島の様子でも見物してもらえたら嬉しゅうございますが。ああ、全然いいっすよ、2時間なんか。はあ、今日客が来るのが終わってやから、部屋の準備ができていないなんて言語道断だ。ええ、年寄りいたらもんで、すんません。なんせ私一人で何もかもやらにはなりませんもんで、すんません、すんません。仕方なく僕たちは応接室に荷物を一塊にした。なあ、あんた、襟巻きいらんかったかな。いらんやろ。衰えたことに夏美さんが旅行カバーの中から狐の匂いを受け取りました。島、夏でも寒い思って持ってきたけど、やっぱりまだ暑いな。夏美さんはふかふかした襟巻きを見せつけるように振りました。ようにというように見せつけているのだろう。あれ、300万ぐらいするわよ。ようが僕に囁いた。僕たちは館を出た。空は相変わらず突き抜けるように晴れていて、空気がやたらと美味しい。どこに行く？ヨウが歩きながら言った。ああ、泳ぎたい。ヨウの水着を、まあいいや、とりあえずブラブラ散歩しようか。うん、来たばかりで島のことはよくわからないし、ブラブラ散歩しようか。僕たちは湖へと続く道を目的もなく歩いた。いい雰囲気だ。やっとデートらしくなってきた。迷うなよ。これ帰った方がいいよ。これ山ビルに噛まれるぞお前。山道に差し掛かってしばらく進んだあたりで、僕はおかしいなと思った。さっきハーバーから来た道を引き返してるだけのはずなのに、どことなく景色が違う。迷った。道もだんだん細くなり、ついには獣道のようになってしまった。ねえ、道間違えたんじゃない？そうみたいだけど、でも一本道だったし間違いようないはずなんだけど。と、おう、その細い道を向こうから歩いてくる人影があった。誰だ、こんなところ。誰だろう、だ誰よ。ピュレ太郎。ヨが体をこばせるのが分かった。誰だか分からないけど、とにかく人だよ。僕はそう言ったら同時に人影が立ち止まった。僕の言葉が聞こえたらしい。悪い人じゃん。人影が横の茂みに飛び込んだ。僕は怖くなってきた。この島には誰かがいる。僕たちに姿を見せたくない誰かが。やば。僕たちは顔を見合わせ、その場から道を引き返した。だが、一本道を引き返しているはずなのに、行けども行けども元の場所にたどり着かない。もうどれぐらい歩いているんだろう。暑い。服やした汗が目に入る。ようも弱音を吐かないが息が上がっている。足はとっくに棒のようになっている。ちょっと休まないか。そうね。僕たちは道端に腰を下ろした。ブラブラ散歩のはずだったのに登山になっちゃったね。僕もよう口に出していないが、遭難という言葉が頭の中で点滅していた。何とかしなくてはと思うのか、頭が酸欠。そんなに歩いたのか。僕たちは交互にため息をついた。その時、うわっ、僕は大声で叫んで立ち上がった。黒いものが横手の藪から飛び出したのだ。誰だ、やる気か。よう背中、あ、偉い、
背中に構え、僕はへっぴり腰や両手を胸の辺りに構えた。なんだ、見てたろくんじゃないか。その黒いもの明るい声で言った。図書さん？え？よく見ると、それは大柄で。あ！三木本！お前、絶対三木本だろ、お前これ。それは大柄で褐色の肌にひげ面のいかにも山男風の男性だった。ほらー、おかしいと思ったんだ。なんで三木本いねえんだよって。やっぱ来てた。三木本さん！僕と右翼は同時に言った。相変わらず人騒がせな、やっちゃな、こいつは。いやあ、久しぶりだな。俺の中で CV 大塚明夫だから。三木本さんは白い顔を見せてもらった。三木本洋介さん、彼も例のシブールの一夜に言わした人だ。年は確か30代。フリーのカメラはもし、そうそうそう。びっくりするじゃないですか。いきなり横手から飛び出してくるなんて、クマかと思いましたよ。悪い悪い。島にはクルーザーで来たんだけど、双眼鏡で君たちが見えたんでね。森に入ってまでよかったが、迷っちゃって困ったらどうさ。僕たちも迷ってるのだということは、お首にも出せなかった。クルーザーなんてすごいわ。ヨーが言った。そうね、ほんとね。半年前にやったんだ。まだ、ローンは始まったばかりだよね。アドルミスやるよ。三木本さんは得意に言った。よかった。ヒヤッとしたぜ。館に着く頃には日が暮れ始めていた。三木本さんは初めて見る館を興味深げに眺めると、あちこち写真を撮り出した。いや、三木本さん、今回犯人じゃないっていうのがすごく心強いな。あれ？三木本さんカメラから目を離した。どうしたんですか？あれ、見ろよ。風切り釜だ。知ってるんですか？本当は釜だね。前も俺調べてなんか釜あるねみたいな話になった気がする。知ってるんですか？イオの問いかけに三木本さんがうなずいた。ああ、俺は仕事から日本中飛び回ってるからたまに見るんだ。三木本さんはその釜をカメラに収めた。ああ、どういうものなんですか？昔は風は悪いものさ。かまいたち！横島の風と書いて、風と、ああ、確かに。風らの病気は悪い風がもたらすものだという認識だったんだ。風だけじゃねえ。悪い風が不当災いを受けると信じられていた。ああ、地元にもそういうのありました。風の神という邪神が風に乗ってやってきて、人々に不幸をもたらすというわけだ。こうした一線が残る地方では、草刈りが舞う刃を風が吹く方向に向けておく風習慣がある。竹竿の先につけて、庭先に立てたり、屋根に取り付けたりしてな。これを風切り釜というんだ。ほう、風を切るんだな、マジで。悪い風の髪をこの釜で切りつけて、五代さんで願おうというわけだ。なるほど。時には暴風が吹いた後、釜に血がついてることあるそうだ。それは釜で切りつけられた風の神様の血を受けたな。日本中にこの風俗が広まってるが、特に暴風の吹く地方には多いんだ。でも、ただの伝説じゃないんですか？さあな、ただ、釜切り釜があるところを見ると、この島ではよほど強い風が吹くみたいだな。明日まで天気が崩れないことを祈るよ。いやー、クローズドサークルでございやすな。一方、江戸では山の方には何もないな、何もないな。蚊に食われただけやった。香山さんが首筋を返そうに書いてる。ボリボリボリ。夏美さん、太ももをむき出しにして、付け根のあっちゃバリバリ。太ももじゃないのよ、それも。股まで見えてるよ、これ。はあ、かゆ、かゆいわ。年は僕より下だろうに、すでにおばさん入ってる感じだ。よくないよ、そういうの、あんまり言うと。村上さんは江戸時代に廃村になったという。あ、底虫村、あ、あったね。底虫村の跡を見に行ったと。うん。村には家屋が残っていたよ。かなり腐ってはいたがね。墓場もあった。曲のヒントが浮かんだよ。小林さんと年尾さん夫妻が戻ってきた。久保田夫妻ね。いやー、参った。あの湖はナマズばっかりだよ。あ、釣りしたらだ。それも人に釣れてないから入れ食いなんだ。クーラーの中に入っていたのは大小のナマズだった。君あるし捨ててしもうって言ったのに。みどりさんが頬を膨らませる。可愛いね、膨らんで。いやー、釣った魚は食べるのが魚に対する礼儀だよ。後で厨房を借りて私が調理者が小林さんか。僕は歓声を上げた。小林さんの料理の腕前を知っている僕は。僕は歓声を上げた。やったー、小林さんの料理はうまいからな。僕は歓声を上げた。小林さんならナマズだろうが、
八つ目うなぎだろうか、一級の料理に仕上げるに違いねえ。そうだね。でもナマズって相当泥臭いんだろうな。なんせ味で定評のあるペンションシュプールの料理人でもある人だ。そうそうそう、シュプールでは料理はもっぱら小林さん、奥さんの京子さんは給仕係となっていた。そうそう、あ、すっごい美味しくないらしいね。うん、ここだけの話、京子さんの料理はとても食べられたものではないのだ。ご夕食の準備が整いましてございます。いつの間にか来ていたのか清さんが立っていた。すいません、まず食堂の方にお越しくださいませ。お部屋割りはその後で申し上げたいと存じます。 お部屋割り決めてるの先生。僕たちは清さんの先導でぞろぞろと食堂に向かった。応接室を出て左です。うん、湾曲した廊下の突き当たりが食堂だった。暗っ。これパッて電気ついたらさ、あの悪役がいるような部屋じゃんこれ。食堂は古い机のだだっ広い部屋だった。いや薄暗いじゃなくてこれはもう暗いよ。室内は薄暗く空気が淀んでいるような雰囲気がある。窓ないからねこの建物。部屋に出てきそうね。用の言葉に僕も同感だった。ほな、私はスープを取ってまいります。しばらくお待ちくださいますように。キヨさんはそう言って長い廊下を戻っていった。うわぁ、あれ思い出す、なんだっけ、あの、赤川次郎の野草曲、そう。この館では両端に大きな部屋があり、一方が食堂、もう一方が中。これもうさ、これ設計ミスだろ、これ。明らかに。変わってるよね。僕は言うに言った。席には名前の書いたプレートが置かれていた。へぇ。右は2人だけ？村上さんと正岡さんですかね、あれ。みんなそれぞれ自分の席に着く。正面のこの館の主人が座るべき席だけが空席となっていった。アビカはどうなったんだ？もう来ないつもりなのか。村上さんがまた例の件を蒸し返し出した。彼がいないとここに来た意味がなくなっちまう。遊びに来た連中はいいかもしれんが、私は仕事に来たんだ。忙しい最中を仕事、時間を組にして。まあまあ、そう言いなさんな。正岡さんが叩っこやしにいた。口を開けば仕事仕事って、仕事のことしか考えてないから結局ろくな仕事ができないことになるんです。たまにはゆっくりして遊ばなきゃ。なんだと、君は私がろくな仕事をしてないとでも。あはは、いや一般論ですよ、あくまでもね。うわ、なんだなんだ、えー、いやそう、いやち、いややわえ、俺もしこうなっ、みんなどうする、こうなったら、あの主人公だったら、これみんなビデ太郎くんの立場だったらどうするよ。俺もガタッと立ち上がって、いやいやいや、いや村上さんそれはないっす、ちょっと一回落ち着きましょうってなるな。いや、まあ正岡も今言わんでいいだろうっていう感じするしな、うん、まあお腹空いてるしね、うん、一回ご飯食べましょうよってね、なっちゃうな、うん、村上さんは立ち上がると名前の書かれたプレートを正岡さんに向かって投げつけた。みんながそちらの方を見た瞬間、突然上がりかけた。バッキャッ、誰か女性の叫ぶ声、停電から。キヨさん、キヨさん、年尾さんの声だ。うち暗いの苦手やねん、早う電気つけてえな。これ夏美さんだろう。ピレ太郎、ヨが僕の手をギュッと握りしめた。たまらんな。お、多分このたくましい腕は三木本さん、ありがとうった三木本さんがつけたようだ。ろうそくの光は、直径30センチほどぼんやりと夢のように浮かび上がらせる。怖っ急に？やだー誰もいなかったはずの阿比古竹馬の席に何かがあった。写真立てに入れられた若い女性の写真。横にはおもちゃの自動車が置かれている。交通事故。よく見るとその、うわーおー、交通事故やな。よく見るとその自動車には一部がへこみ、全体に赤い液体がかけられていた。それは血のように見えた。写真のすぐ前にプレートが置かれている。そこには、川村明、享年14歳と書かれていた。僕はとりあえず俺は手を強く握っ、この状況だったらとりくってなっちゃうかもな。僕は夜の身を案じてその手を強く握った。食堂はしんと静まり返っている。どういうことだこれは、なんでいたずらだ。凍りついた空気を打ち破ろうとするかのように村上さんが怒鳴った。あー、いたわ、あーそうじゃん。あー、ヨガ僕にささやいた。そうそう、そうなのよ、実在しない。そう、さっき再三俺言ってたけど、そんな人は実在しないんだろう。架空の人間の写真をでっち上げて何の意味があるんだろう。
僕は写真立ての中の女性の顔を見つめた。美しいと言える顔でした。なんかすごい、そのような可愛い女の子だったよね、確かに。会ったことはない。と思う。でもどこか引っかかる。あの女性の少し悲しげな表情が、僕の記憶の中の何かを刺激する。なんだそのフリーホラーゲームみたいな。え？私を知らないの？写真立ての中の女性が僕にそう語りかけている。僕はそんな幻覚にとらわれた。あなたは私を知らなくても、私はあなたを知ってるわ。ふっとろそくが吹き消された。食堂は再び真の闇に没入した。僕の手を握る量の力が強くなった。おお！皆さん、ようこそいらっしゃいました。私が、この館の主、アビコ竹丸です。突然重々しい声が響き渡った。俺の字の文の方が重い気がする。その声は正面の誰も座っていない席から聞こえてくるようでも、天井から降ってくるようでも、すぐ隣から聞こえてくるようでもあった。あちこちに坊主のスピーカーがあった。私はある理由から皆さんがいた吹雪のバンドことをゲームに仕立て上げました。お前誰なんだ、あそこにいたうちの。それは私の予想をはるかに超えた売り行きとなり、まとまった額の利益を手にした私は、この別荘を手に入れ、本当か？そんなに売れたのか？別荘買えるぐらい。アビコの声は何度もダビングを重ねたテープのように不明瞭で、声の主が、若者なのか老人なのかさえ、おいおいおい、これあれじゃないのか、お前、あの、ジグソーのパターンじゃないのか、これ。皆さんの存在なくして、この成功はありえません。そのお礼をしたくて、このような招待をさせていただいたわけですが、ご参加をご快諾いただいて、恐縮です。どうして姿を見せないんだ、これは何かの仕事なのか、三木本さんがそう言った。バカとに失礼とは存じますが、私は訳はあって皆さんの前に姿を現すことができません。しかし私は間違いなくここにいます。この写真と車のおもちゃは何だ、敏夫さんが尋ねたが、アビコは無視して続けた。これやっぱ録画だよ、これ録音だよ、ほら。ジグソーパターンだよ、これもう。皆さんと共に食事をし、酒を飲み、泳ぎ、釣りをし、歌を歌うことはできなくとも、私は私なりのやり方でこの2日間を楽しみたいと考えております。アビコ竹丸いない説。どうか皆さん私のことを気になさらずにごゆっくりおくつろぎいただき。ふり電気がついた。眩しい。パッ。一瞬誰もが目をつむって再び開けた時にはアビコの姿はどこにもなかった。さっきは確かに置かれていた写真立てや自動車のおもちゃも見当たらない。入り口の近くで三木本さんが立っていた。照明のスイッチを探し合ってたし、あ、三木本やるね、やっぱ。たくましいわ。誰も一言も発しなかった。もう状況証拠的にさ、もう、あの、キヨさんがめちゃくちゃ怪しいんだけど、何が何だかよくわからないというのが正直なところだった。ガタガタと、わあ、もうこれもう、ババアがスープ持ってきた、これ。一度は音の下を見た。キヨさんが古びた顎に食事を乗せて食堂にやってきた。その掴み方するそれ猫とかにもうやっちゃダメなやつだよ。それ村上さんはキヨさんに歩み寄るといきなり掴みかかった。あんただろ、あんたやったんだろ。何のことでございますか。まあ状況証拠的に一番怪しいわな。キヨさんは目を白黒させている。茶番だな、私には分かってるんだ。何のつもりであんなこと。苦しい。年寄りをいじめてくださいまし。ちょっと。見かねた敏夫さんが村上、いや、まあそりゃそうだな。無理やり村上さんの手を清さんから離させた。なんだあんた、こいつの肩を持つのか。この人がやったと決まったわけじゃなかろう。それに年寄りじゃないか。こいつに決まってる。あんた、電気を消して写真やろう、おもちゃやら。アビコの責任を置いたのはあんただろうが。写真って何のことです。しらばっくるな。村上さんが怒鳴ると、清さんは恐怖に満ちた表情で言った。すみません。私は何も存じません。ほんまです。この館は古いので、時々停電がございます。何かあったのでございますか。私はずっと厨房で料理しておりました。嘘じゃございません。ほんまです。そして、はだけた襟をかき合わせると。はだけた襟をかき合わせるとっていうのこれ。ああ、学んだわ。よろよろとワゴンの上のスープを配り始めた。あの、清さん、
ようがやっとスープを配り終えた清さんに。はーい、なんでございましょう。村上さんに乱暴された後だからか、清さんは飛び上がった。音すごいね、やっぱ。さっきの停電のことなんですけど。いや、ようちゃんもこれ、ナイスバデーだな、これ。これ。ようはテーブルの下から電源コードを拾い上げた。おようちゃん。ようちゃん、それ、先に俺に相談してくれ。どうやら照明が消えたのは誰かがコードを引き抜いたためらしい。どなたかコードをお抜きになられたのですか。キヨさんが問いかけるが、みんな首をかしげるばかりだ。キヨさん、正直に言ってくれ。アビコタケメラは俺たちに姿を見せれないって言っていたが、あれはどういうことだ。アビコは一体どこにいるんだ。三越さんの質問にキヨさんはキョトンとした顔になった。え、主人が来とるんですか。私がさっき電話をもらった時は都合で遅れると申しておりました。アビコが来ているはずが。だけど今アビコタケメルがこの食堂で喋ってたんだ。ミコスさんは半信半疑の清さんにたった今ここであった出来事を説明した。ほいほい、カクカクしかしかですけど、アビコが来てるんでしたらまず最初に私に申すはずでございます。何かの間違いではございませんか。うわぁ音とこれもう振動、お前ビビるわボケが。もう村上さん、もうこれさすがに臨場感ありすぎるよ多分主人公もうわっって今なっただろうな、びっくりして。あ、三木本さんな、これ。じゃあ今の声は何だ。今度は三木本さんが清さんの胸ぐらをつかみかねない雰囲気だ。いやー、みどりさんダメだって、それ一番やっちゃダメ、今が一番やっちゃダメなやつ、それ。危ない危ない。いやー、それダメだって、みどりさんやめてくれよ、ほんとに。私帰るわ。そしてみどりさんがそう叫ぶと、椅子を桁をしそうな勢いで立ち上がった。楽しい、そこのつもりで来てみたら、招待主は姿を見せない。不愉快な写真やおもちゃ置いてある。それに泊まるところは監獄なんて、もう耐えられないわ。あなたすぐに帰りましょう。でも、みどりさんの剣幕に、東昇さんは、二六が告げない。いや、ちょっとこれ、ようちゃんさ、ちょっと一回、ようちゃんと俺で止めた方がいいぜ。こういう行動危ないよ。こんな旅行やめましょうって言ったのに、あなたがどうしても行きたいって言うからこんなことになるのよ。でも、君だって、孤島みたいなところに行くのは面白いって言ったじゃないか。だって嫌な目に遭うなって、おもろかったんだもの。それは結果論でございますわ、みどりさん。とにかくすぐに帰りたいわ。でも帰れないのよ。ほがらかなみどりさんにこんな気の強い。スポーツ万能で腕っぷしも強い年夫さんにこんだけ幸せの絶頂にいると思ってから新婚まあこれだわな。僕はほがらかなみどりさんにこんな気の強い一面があったことに驚いた。ここでように言った。みどりさんってあんなに気が強かったっけ。逆じゃない、むしろ怖いから強い。もうババアが怖いのよ。清さんが手をもみもみ上目遣いに言った。もみもみ。実は申し訳ございませんが、帰るにも船がございませんのです。いや、もう全員で一緒にいれば大丈夫よ、きっと。え、向かいの船は明日の夕方こちらに来る予定でございしかもなんか風吹くんだろ。したら海が大しきで明日来れないとかありそうだけどな。それまではここにご投入いただかないと。みどりさんを今日疲れたような表情。キヨさんとトシオさんを交互に見ていたが、やがて諦めたように椅子に腰掛けた。年尾さんもほっとした様子だ。まあとにかく一緒にいればさ。早速お召し上がりくださいまし。スープが冷めてしまいますので、すみません。あっちちち。スープは下が焼けるぐらい熱々だった。ああ、食事は大変にうまかった。キヨさんの料理の腕前は大したものだと僕は思った。一度は次々と出されるご馳走に舌鼓を打った。小林さん的にはどうなんですかね、これ。しかしみんな口には出さなかったが、気まずいものを感じていた。時々重苦しい雰囲気を打ち破ると誰か口を開いたが、話が続かずすぐに沈黙に。おすげえ、なんだこれ。話が続かずすぐに沈黙に席を譲ったらって、いやーかっこいい沈黙に席を譲ったらって。料理の最後の一品を味わいながら僕は小林さんに言った。美味しいですね。他のことはともかく料理だけは文句の言いようがないですね。
小林さんは首をかしげている。それはそうなんだが、どうしたんですか小林さん。やがて食事も終わり、清さんが言った。お部屋のご用意ができました。お荷物はもうお部屋にお運びしてございます。ババア一人で人数が多ございますので、お部屋割はこちらで決めさせていただきました。いやー、そ勝手に決めんのよ、どうでもいいだろ。ご案内いたしますので、こちらへ。わあ、すっげえ音。わあ、俺ゲームすると音の話しかしないもん、いつも。もうこれ、うおお、暗くて何も見えない、画面暗くて何も見えない。これも足音しか聞こえない。客室は全て2階にあった。どれも中庭に面しており、東側の端には角部屋と、西側の端には物置部屋以外は窓がない。ああ、そうね、監獄みたいなねっていう話だったのね。この館に窓がないのは囚人の脱走を防ぐためだ。つうか独房だじゃん、独房てか房だ。両端の部屋に窓があるのは看守が寝泊まりするところだったからと聞いておりますです。部屋割りを説明しながら清さんが言った。うわ、一人一部屋か。うわ、もう緑さん終わったじゃんこれ。だって隣、うわ終わった、緑さん終わったなこれ。いやこれ緑さんさっき騒いだからだよそれ。終わった。この青いところが陽と僕なのかね。部屋は一人一室ずつ割り当てられた。僕の部屋は村上さんの隣よ。陽は、あ、よかったよかった。陽の部屋は緑さんの隣。ああそうなんだ。あ、女の子はあの割と東側に、はいはい、館の東側にはユニットバスをつけた部屋があり、その部屋を女性に割り当てたので若干いびつな部屋割りになってるそうだ。ほうほう。相部屋にはできないんですか？音と離れ離れになるのは嫌なんです。みろりさんがキヨさんに抗議めいた口調で。まあそうだな。中を見ていただければお分かりいただけますが、シングルベッド1台しか置くゆとりがないのでございます。まあ某だからな。まあでも2人でシングルベッド1つでいいだろう。監獄だったものを無理やり改造したのだから狭いのは無理もない。他にも文句を言う人はいたが、結局決められた部屋割に落ち着いた。いや普通にさ、夫婦だったらシングルベッド1つでも寝れるだろう。僕はより言った。隣同士じゃなくて残念だったね。どうして？それで会話終わった。わあ、この体育館の倉庫じゃん。部屋の鍵は内側からかける昔懐かしいスライド式の鍵になっていた。夜中は必ずスライド錠をかけてくださいましよ。それと外出時には貴重品を必ず身につけてくださいまし。近い近い夜中に誰が忍び込んできてくれないともう限らないから、僕の部屋には24時間オープンのコンビニ状態にしておくからね。ま、気軽に声をかけてくれてまい。誰だこれ。面白い、正岡さんとユーモアのセンス抜群なのね。引っ張られてる。かなこちゃんは目を輝かした。ミーハーだからな。僕はどんな冗談もこの人が言うと嫌味に来ると思った。